皆さんこんにちは。2024年合格目標、宅地建物取引士合格ガイダンス、隙間時間で宅建合格ウェブコースの講座紹介を始めてまいります。担当はレック専任講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと私がねドーンといてちょっと見えなくなっちゃってると思いますので、ガイダンスという形なんですけれども、例えば独学でね今勉強を始めてみようかしらって思っている方や、あるいは今からお話するのは基本的には通信講座についてのお話ではあるんですけれども、ちょっと通学とかもね考えているよっていう方に対しても、ある意味ですね、役に立つっていうのは人によって、様々ですから、一概にそうとは言えないんだけれども、学習を進めるにあたって、これは知っておいていただきたいなということを中心にお話ししていきますので、ぜひ30分と短い時間ではあるんですけれども、お付き合いいただければと思います。はい、それでは、早速ね、見ていきたいんですけれども、まず、今回のガイダンスの内容としましては、まずトップバッターで宅建士資格試験っていうのは何なんだろうっていうのをね一緒に考えていきたいので、宅建士試験をしろうということで出題形式ですとか、受験資格、等々の一般的なところと試験範囲、出題科目ですね。そしてそれをざーっとご紹介した上で試験突破の攻略法、ここね結構多くの方にお役立ていただけるんじゃないかなと考えているんですけれども、勉強法のね選択が鍵ですよという、皆さんどういうタイプですかっていうご提案と、あと回答力を鍛える3ステップということで、3つのですね柱というよりも勉強をねしていく上での重要なポイントをお伝えしていきます。そして最後に今回やっぱりガイダンスということですので、隙間宅建についても軽くご紹介するという流れで進んでまいります。はい、では早速ではございますけれども、まずは宅建士試験をしろう。まずね出題形式とあと受験資格等々についてさーっとご紹介していきたいんですけれども、受験資格の方はねそこまで重要でもないんだけれども、出題形式の方はですね皆さんぜひ覚えておいていただきたいなと思います。まず四肢択一式というふうに言われるものです。で、四肢択一式っていうのは何なのかというと、こう4つの選択肢が1問ずつ与えられるんですね。で、その4つの選択肢をそれぞれ読んでいって、その中から、例えば正しいものを探してくださいっていうふうに問題で、何しろっていうふうに言ってきますので、言われていたら正しいものどれかなっていうのを探していく。で、または誤っているもの、だから4つの記載のうち3つは正しいこと、法的にルール的にね正しいものを言ってるんだけど、もう1個が誤ってるものがある。で、その誤ってるものどれかなっていうのを選んでいって、で選んだその1,2,3,4 4つの選択肢のうちの1個をマークシートでねこう塗っていく、マークシート方式なんですね。そして全部でね50問1問1点の配点になっておりまして、合計で50点ですね。試験時間は2時間ですので、約2分30秒で1問ずつ解いていかないといけないという計算になるわけでございます。そして受験資格なんですけれども、どなたでもご受験することができますので、例えば小学生でね受験してみるっていう方も、最近は多かったりするようですね。すごいなと思いますけど、また、各都道府県にね受験申し込みをされることになりますので、基本的にはお住まいの住所地で受験をしていただくという形となります。気になる、その難易度的な話なんですけれども、ちょっとごめんなさい細かくて恐縮なんですが、まずポイントとして10年前と比較して申し込み者数、受験者数、そして合格者数はともに増加している傾向にあります。おおよそなんですけど合格率が、15% から 17% くらいを推移していますね。で、ちなみに少し補足をしておきたいんですけれども、別にここ大事なんだとかそういうことじゃないんですけど、この2020年と2021年のここの2つですね、10月12月とこう年に2回の試験が行われていた期間があります。これはコロナ禍で、どうしてもちょっと受験会場が過密になってしまうのを避けたいということと、やっぱり宅建試験の日に多くの大学にねご協力いただいた場所を借りているような形で宅建試験を実施されてるんだけど、
まあ、ちょっとこう外部の方が入るの少しっていうようなところもありましたので、まあ、異例ですけれども年に2回の試験があったんですね。でここの合格率っていうのはそこについてこうまとめた合計の合格率が出ています。ものによってはですねちょっと 13% 台のも実はここにあったんですけど、まあ、およそこれくらいの合格率になっております。だから近年でいうとだいたいほら 17% 程度を推移しているような形ですね。まあ、ただちょっと厳しめに考えておいた方がいいので 15% くらいの試験だなと思っておいた方がよろしいんじゃないですかね。100人いたら15人程度が受かるという試験です。結構厳しいですよね、そうやって考えると。で昔はですね7割目標というふうに言われていたんですよ。昔まあ、もちろんその今こちらの表でねお見せしているものでいうと2011年は合格率36点というのもありましたけど、他の年見ると、まあ、およそ35点取れてれば受かるよねっていう点数ですよね。特にほら2015年は結構難易度が、まあ、高かった、問題の難易度が高かったのか合格ラインは31点に、ね、なっていた年もあります。でも近年見ていただきますといかがでしょうか。ちょっと35点目標でいってしまうと合格点が38点あるいは36点っていう年もね多いですから36、7、8あたりを推移しているのでちょっと厳しいですね。なので今は40点以上を取るということを目標に学習を進めていく必要がございます。まあ、その、じゃあ40点以上取るために、まあ、どういう戦略を立てて勉強していかないといけないのかっていうのを、まあ、このガイダンスではね、お伝えしていきたいんですけれども、まず、戦う前に敵を知る。試験範囲と出題科目をしっかり頭の中に入れておいていただきたいです。宅建士試験のですね、まあ、試験範囲と各科目の特徴をざっくりまとめておきましたので、まあ、見ていきますが、まず権利関係が全部で14問出ます。この権利関係とざっくり言われているものが果たしてどういう内容なのかと言いますと、民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法。民法はどうでしょう。割と、まあ、もしかしたらね何かの資格試験の学習をすでにされていて、民法は得意ですよって得点源になるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、民法は結構ほらニュースとかでも、まあ、耳にすることが多い法律だと思うんですね。でも借地借家法とかあと区分所有法で不動産登記法とかはちょっと業界に、まあ、いらっしゃる方、宅建業界にいらっしゃる方じゃないとなかなかこう日常生活で耳にすることがなくって、まあ、簡単に言うと馴染みのない法律だったりすることも、まあ、あるかなというふうに考えてるんですけれども、でこの権利関係って言われてるのは、まあ、要はこういう感じの法律が出てきて全部で14問あるんですね。じゃあここで何点取りに行こうかということなんですが、目標はね、まあ、7点から8点で、私はよく隙間宅建ですとか、まあ、私が担当している講座では最低ラインが7だから絶対に7点は取るというのを目標に学習を進めていっていただきたいというお話をしております。でここの権利関係は特に例えば判例、まあ、裁判になって裁判官のおじちゃんが判決みたいなね感じで言っているもの、判例なんかも出てきたりすることがありますので、問題の読み取りをねしっかりしていただくことが重要です。続きまして、まあ、メインのね科目になります宅建業法、ね、宅建業法は全部で20問出るんですけれども、宅建業法と住宅貸し担保履行法というもので、20問構成されています。厳密に言うとね宅建業法が19問出て、で住宅貸し担保履行法が問いの45で1問出てくるんですけれども、まあ、これはざっくりと宅建業法というふうにね呼んでおります。でこちらなんですが、目標は18から20点、私はね絶対に満点を取りましょうというふうに言っておりますので、まあ厳密に言うと20点目標でやっていただきたいんですけれども、もうこれにはまあもちろん勉強なんだけど、これに関してはもうお仕事上のルールなので、宅建業者がお仕事をするときにはこうしてください、ああしてくださいっていうのをもう取り決めているルールですので、まあいい意味でちょっと割り切って抑えていく必要がございます。特にしっかり割り切らないと業界で今お仕事されている方、仕事は仕事、資格は資格なのでちゃんと分けましょうね。うちの会社ではこうしてるからって、でもそれってもちろんね法に反してることではないと思うんですけれども、法律上の規定とドンピシャなんですかって言うと、やっぱりオリジナルルールでやっちゃってるところも
あるでしょうから、法に反しない範囲でね、そのご自身のルールでバーッと言ってしまうと、それは合格できない、一番良くないルートに入ってしまっておりますので、もうこれはルールだというふうに割り切って抑えていっていただくのが重要です。そして続きまして、法令上の制限等ですね。まあ、もしかしたらこちらの動画をね、例えば2023年の宅建試験を受験された方が、よし、もう一回頑張るぞっていうことで、まあ、作戦の立て直しという観点でご覧になっていることもあるかもしれないんですけど、法令制限なかなかとっつきにくくて苦手だわっていう方もいらっしゃるんじゃないですか。今から勉強される方ですね、法令上の制限ちょっと一人で頑張ろうとするとなかなか、まあ、しんどいっていう表現が合ってるのかあれですけれども、学習をしていく上で、ちょっと進みにくくなってしまう、まあ、壁がねいくつかあったりするんですね。で、具体的にどういう法律が出てくるのかと言いますと、都市計画法、建築基準法で税法ですね、税金に関するルール、そして不動産の価格の評定等が出題されます。結構ねここは細かい分野が出てきますので、まあ、大変なんですけれども、一応ねこれ全部で11問出るんですが、目標は9点取りたいところです。特にここはね、私は暗記という言葉は別に悪い言葉だとは思っていないんですけれども、いい意味でねきちんと暗記をしていく必要がある分野です。もちろんその暗記っていうのはただテキストに書いてあることを理解を伴わずに覚えていきましょうっていう、そういうことじゃないですよ。ペラペラめくっては閉じて、めくっては閉じてじゃなくて、ちゃんとなぜこの法律はこのルールを用意したのかっていう、まずその目的ですね、法律の目的をしっかり押さえる。で、その目的をしっかり覚えた上で、その目的を実現するためのルールを覚えていく。で、そのルールを覚えるときに、そのルールで登場してくる聞いたことがない用語、その用語と意味を暗記していく。だって言葉の意味分かってないと、で、言葉の意味をちゃんとね考えてじっくり、ここで出てくるこの言葉はこう、そしてこの言葉の意味はこの意味だだとまずいんですよ。そうじゃなくて、ちゃんともこの用語で出てきたらこの意味だっていうのをわざわざこうじっくり考えなくてもサクッとこう理解できてる、出てくるくらいまでここはね覚えていく必要がありますので、その意味においての暗記ですからね。なんか丸暗記しろと言ってるわけではないので、まあ暗記という言葉は私は結構好きなタイプなんですけれども、しっかりそのあたりを受かるための、段取りを踏んで、段取りをして暗記をしていく必要がある分野になります。結構大変ですよ。2問しか落とせないんでね、11問中2点くらいしか落とせない、結構大切なところです。そしてこれを勉強する必要があるかどうかがちょっと分かれるところなんですけど、免除科目と呼ばれるものがあります。まあ、具体的に言うと、宅建試験全部で50問あって、ね、その50問中の問いの46から問いの50で出てくる内容なんですけど、まあ、例えば景品表示法とか土地や建物に関しての知識等々が出てきます。まあ、他にもね、あるルールが出てきたりもするんですけれども、ここに関してはですね、得点目標が、まあ、4点なんですが、免除というある制度がありまして、免除っていうのは宅建業界で今お仕事をされている方、まあ、宅建業者でお勤めになっている方ですね、一定要件を満たすと登録講習、5問免除講習っていうのを受講することができるんですよ。で、その登録講習、まあ、修了試験合格していると問いの46から問いの50をすでに得点している状態で試験に挑むことができる。年によって違いますけれども、まあ、通常は 5% くらい一般受験生の方より受かりやすくなる傾向にあります。合格率だけでいうとね。まあ、なのでちょっと対象の方とね、そうでない方いらっしゃるんですけど、まあ、一般の受験生の方はここについても学習の方針をね決めておかないといけないということです。ではここからですね、敵を理解したということで、どうやって攻略していくかという作戦会議をしていきたいんですけれども、試験突破の攻略法ということで、勉強法の選び方ですね。ちょっとここは大変恐縮なんですけど、独学はもうやるしかないので、市販の教材を買ってね、とりあえず始めてみてくださいとしか言えないんだけれども、でもね、独学の方もどうやってテキストを選ぶのかっていうところで一個まあ、指標になるかなと思いますので、まあ、そういった観点でも見ていただければと思います。まあ、今回はね、一応ここ資格予備校のガイダンスなんで、どういうのがいいかしらっていうのをご提案していきたいんですけど、まず勉強時間どれくらい確保できるかっていうので判断してみてください。
例えば頻度がね、定期的に毎日できますよ。でさらに量、これはまとまって、例えば毎日お仕事が終わった後ご自宅に帰ってきて1回あたり3時間は取れるっていうんだったら、まあ、これは基本的には網羅性を重視していただいてフルコースのものがよろしいかと思いますよ。かたや不定期に、だから毎日はちょっとできない、お仕事がすっごい忙しくって、まあ、暇な日もあるんだけど、忙しいとも本当に朝から晩までね駆け回っているからちょっとその日は厳しいなっていうような方ね。で量もちょっと細切れになってしまう、この方ね結構多いんですけど、例えば通勤の時間を有効活用したいっていうふうに考えてらっしゃる方とか、あとは家事の合間で何かこう自分を高める自己研鑽に資格を取ろうかなっていうふうにお考えの方で、こういう方っていうのはもう毎日毎日こうまとまった時間を取るっていうのがやっぱり厳しいですから、まあ、そういう方は手軽さ、例えばスマートフォン一つで勉強ができるとかね、そういうのを判断していただく、まあ、指標にしてもらいたいかなと思います。これ独学の方も対象ですよ。対象というかコースを受講してくださいというふうに言っているわけではないんですけれども、要はとりあえず参考書を買ってみようかしらっていう方ね、多くの方がね、なんかいっぱい入ってるやつとりあえず買っとけばいいだろう、読めるお力があればいいんですけど、で楽しいな、これ合うなってなればいいんですけど、あちょっとこれ1ページ目からうわどうしようって、1ページ目が、ま、出してる会社によって違いますけど、民法からスタンダードにスタートするか宅建業法スタートかってね、まあどっちもありますけど、結構ね分厚いの買ったせいでちょっと小難しくって無理ってなっちゃう方もいらっしゃるので、まあ、毎日まとまってねがっつり勉強できるっていうんだったらそういうスタンダードのやつでもいいんだけど、ちょっとこう細切れで要所要所でね勉強するしかないなっていう方は、まあ、例えばこうスマホを対応している書籍とか、なんかアプリケーションがあるようなものとかね買ってみるっていうのも一個の判断基準になるかなと思いますよ。まあ、今回はねそのコースで言うとフルコースなのかスマホ対応のものなのかっていう話をね今しているわけなんですけれども、はい。でそしてこれも攻略法、回答力を鍛える3ステップ、これ意識しながらぜひ学習をしていっていただきたいんですけれども、まあ、要はその宅建試験はですね過去問をとにかく、まあ、重要視していく必要があります。もちろんね過去問だけで受かるよとは言えないんですけれども、これは講座も独学も同じなのでぜひ意識しながら今後は取り組んでいただきたいなと思います。まず過去問の解き方として1つ目、一つ一つの選択肢に必ず理由付けをして、正誤を判断するようにしてください。さらに解説を読んで正解すべき問題かどうかを確認する必要があります。まあ、ってことは要はちゃんとですね解説のところに、これは重要だ重要でないとかね、ちゃんとこう書いてあるランク付けされているとか、例えばレックのもので言うと、レックのねこの後ちらっと見本をお見せしますけれども、多く問過去問題集っていうのがあってね、そこの解説の方を見ると大事なものには星印がついてたり、選択肢ごとにです重要かどうかっていうのがね記載されていたり、多くの方の正答率が載っていたりとかするんですけれども、まあ、そういったものをちゃんと確認するようにしてください。そしてさらに間違えてしまった問題はもうこれしょうがないんで、素直にねその事実を受け入れてとにかく早めに復習をすることです。やっぱりこれは私がそうなんですけど、こう問題を解くときに正解できるとなんかね脳からすごいこうアドレナリン的な物質が出るんですかね、わかんないんだけど、なんか楽しいなって感じるんですよ。でも最初の頃ってこう全然わかんないからって言ってることもなんか難解だし、めちゃくちゃ間違える。でめちゃくちゃ間違えるとどうしてもこうちょっと気持ちがね、まあ前向きじゃなくなってしまうというか、あんまり勉強楽しくないなって思っちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、別にそれ何も悪いことでもないですし、問題が解けなかったじゃあイコール優秀じゃないのか、今までの勉強が意味がないのか、そうじゃないです。間違ったっていう事実だけを受け入れて、ただ復習をして次間違えないようにすればいいだけの話なので、もうここはねもう素直に受け入れて淡々とやっていくっていうのを、特に独学の方お一人でやってると絶対苦しい瞬間出てきますので、あそういえばあいつがもうとにかく間違えた問題はもうその事実を素直に受け入れることが大事よって言ってたなっていうね思い出していただきたいなと思います。はい、では、まあ、この過去問の解き方ね3ステップ、まあ、踏まえた上で
あと、ウォーク問にチャレンジということで、宅建業法の報酬額の計算について、まあ、ざっくりご紹介しておきたいと思います。まあ、今回はその講座ではないので、まあ、軽くね、こういうのを勉強していきますよっていうのをご紹介する程度なんですけれども、まず、宅建業者は仲介手数料、報酬をもらえるんですが、それを計算する上で、税抜きのね、本体価格を算出する必要があります。で、これ実際の、レックのテキストからね、一部抜粋している、隙間宅建でね、使っている、まあ、レジュメ抜粋してきているんですけれども、売買とか、まあ、不動産の交換ですね、について宅建業者がお手伝いをした場合に、例えば、代金額が200万円以下だったら、代金の 5% を、まあ、掛け算するんですね。例えば、200万円だったら、200万円かける 5% で、まあ、宅建業者がもらえるのは、一応税抜きで考えると、10万円。で、200万円超400万円以下だと、その代金かける 4% プラス2万円。で、次400万円超だと、代金の 3% プラス6万円。で、まあ、簡単に言うと、その代金額に掛け算をしていただくんですね。で、まあ、今後ね、皆さん学習されてくると思うんですけど、媒介の場合は、この計算で出た金額。で、まあ、プラス消費税なんだけど。で、代理の場合は、代理って媒介の2倍手間暇かかるんで、2倍もらっていいんですよ。だから、これで計算した金額にさらにかける2をしていい。そのかける2が上限になるんですよっていう、まあ実はね、法律上のルールがあるんですね。で、まあこの税抜きの本体価格で、まあ計算した上で税抜きの本体価格算出して、それに、代金額かける 5% とかね、4% プラス2万、3% プラス6万っていうのをした上で、今度消費税相当額の上乗せをします。消費税に関しては、売買交換の場合ね、土地って消費するものじゃないから乗っかってこないんですよ。ほら、消費税っていうのは消費が課税客体と、難しく言うとね、課税対象になっているんだけれども、土地って皆さんのお住まいの土地どうです？多分2、30年使ってらっしゃる土地とかね、お持ちの方も多いんじゃないかなと思うんですけど、30年も使ったらもうちょっとすり減ってペラペラになってってならないじゃないですか。だからね、土地に関しては、課税対象になっておりませんので、まあ、土地の売買とかの場合には、消費税相当額は上乗せ、まあ、しないってわけじゃないんですけれども、仲介手数料の方はね、乗っけてくるんだけれども、その本体代金を算出するときには、土地の方は消費税は乗ってないので、そこの部分を意識しなければならないということですね。まあ、ちょっとここまだ勉強してない方多いと思うので、本体価格を算出するときには、土地の代金には消費税分は乗っかってないので、それを意識しておいてくださいね。そして、この今の ② の消費税分の上乗せというのは、仲介手数料にその消費税を上乗せしていくということです。つまり、合格ステップ56番というのを今右下にお出ししておりますけれども、まず本体価格を出します。で、その本体価格を出すときに、税抜きの本体価格を算出しないといけない。じゃあその税抜きの本体価格を算出するときには、問題文にね、土地の代金いくら、建物の代金いくらって載ってますから、で、多くはこの建物の代金いくらって書いてあるところには、消費税及び地方消費税が含まれている。でも、土地はそもそもその消費税の課税対象にならない。非課税なので、税抜きの本体価格を出すときには、土地の方は消費税が加わってないっていうのを意識しながら、ちゃんと建物の代金の方は消費税相当額引いてあげる。土地はそのままでいくっていう、まず処理をしないといけない。で、その処理をすると、ここに本体価格が出てきますから、で、その本体価格をもとに、税抜きの本体価格をもとに、報酬の計算をする。報酬の計算はこちらです。報酬の計算をする。ね、で、報酬の計算が出たら、それに、その出た報酬の金額に、課税事業者だったら 10%、免税事業者だったら 4% をさらに上乗せするっていうことですね。だからかける1.1をね、していただくということです。免税事業者だったらかける1.04をして算出していくわけですね。この辺のね、計算がちょっと苦手っていう方も多いと思うんですけれども、一応まあ今日は計算をしましょうっていうことじゃないので、まああれなんですが、実はね、テクニックとかがあったりしますので、で、実際の本試験ね、まあ、ちょっとウォーク問で過去問をお見せする形になりますけれども、これ実際に2009年の問いの41で出ているんですが、ちょっとね、税率とかのあたりを、まあ、直していたりするんですけれども、こんなの出てきちゃうんですよ。だから計算しないといけない。
計算しないといけないから結構大変なんですよ、ね、でしかもほら先ほどお話したように土地付き建物の代金6600万で、でその消費税と地方消費税額含みます。土地の代金は4400万だって言ってる。で土地は消費税乗っからないから非課税なので、消費税の課税客体にならない非課税なので、あくまでもここで消費税額と地方消費税額含むって言ってるのは建物についての代金なんですよ。だからまあそれをやるためにはちょっと今回はねもう時間の都合上やらないけど、6600-4400をして2200万をまず出さないといけない。でこの2200万っていうのは建物の税込み代金だから、ここに割る 1.1 をして2000万円を出す。つまり200万円分はその建物についての消費税だということですね。でそしてその税抜きの建物2000万円 と土地の代金4400万をガッチャンコすると税抜き本体価格が出てきます。6400万ですね。でその6400万に 3% プラス6万をしていくというような計算を、まあ、するわけです。ただ結構裏技がありますので、まあ、そのあたりをね予備校でやっていくという形ですね。はい、そして、まあ、最後になりますけれども隙間宅建というもののご紹介をしていきたいと思います。まあ、そもそも隙間宅建って何なんでしょうってことなんですけれども、コース概要としまして、まあ、直近の、ね、試験傾向と最新の法改正に合わせて適宜リニューアルを行っております。内容としましてはこのような形、まあ、まず理解と演習ということで、まあ、全ての、ね、コースで言えることなんですけれども、まあ、隙間時間で宅建合格講座はですね、かなり一コマ一コマが短い。1回30分、123回あります。で、ごめんなさい、ちょっと文字が小さいかもしれないんですけど、ここですね。こんな感じでね、割り当てられてるんですけど、免除科目もね、含まれておりますので、ご安心して受けていただければと思います。そして、模試がセットでついてきます。模試はね、いろいろなご意見があると思うんですけど、私は絶対受けた方がいいと思っています。そういうタイプです。まあ別に今はレックのをご紹介してますから、絶対レックのでとは言わないですけど、模試をね、まあ受けずに過去問だけで挑戦して合格されるっていう方ももちろんいらっしゃいますよ。なんか模試を受けないと受からないってわけじゃないです。でも、模試を受けていただいて、その改正の傾向とか、まあ今年どういったものが出そうなのかっていうのを知るっていうのはかなり大事なので、ここがセットでついてきてるっていうのはかなりおすすめポイントです。そして、直前期もしっかりサポートをさせていただきます。まあ品質総まとめということで、今まで覚えてたもの、まあ、しっかりまとまってるか頭の中に入ってるかっていうのを確認するのと、どうしても直前期ね、知識の穴があったり、あここ対策してなかったっていうのが、まあ、出てきますので、そのあたりをサポートしていこうということで直前期の講座もご用意がございます。教材はね、今お見せしている通りなんですけれども、まあ、市販のデルジュン宅建士シリーズをメインで使っていきまして、さらに、隙間宅建専用の、私は結構語呂合わせとかを使うタイプですので、まあ、その講義録ですね。まあ、そのあたりもセットでくっついてきます。また、使いやすさとして、まあ、学習上ね、どうしても通信講座だと私が一方的に皆さんにバーッとお話ししてしまうだけになるので、ちょっとこれ聞きたいんだけどっていうのがね、あるかと思います。で、こちらを教えてチューターという、まあ、レックのサービスがありまして、質問ができる、まあ、制度のことを教えてチューターって呼んでるんですね。で、その質問制度が30回分もついておりますので、まあ、おおよその疑問はここでクリアできるかと思います。そして、講義動画をですね、ダウンロードすることができますので、まあ、例えば、出先で電車とかでね、使っていただいたり、で、倍速機能があるんですけど、まあ、私も実際にこれ、自分が資格試験の勉強するときに使ったりするんですけど、最大でね、2倍速までいけて、徐々に調整ができますので、まあ、お忙しい方ね、どうでしょう。多分私、2倍速、で聞いていただくと、もしかしたらちょっと早いなって感じられるかもしれないんですけど、まあ、個人的にハキハキ喋るように心がけますので、まあ、ある程度の速さではいけるんじゃないかなというふうに考えております。そして、まあ、隙間宅建の、ね、特徴なんですけれども、1コマ30分ですから、例えばちょっと忙しくてまとまった時間取れないんだけどっていう方ね、ちょっとごめんなさい、これ私なんですけど、講義は1回30分なので、まあ、隙間時間に、ね、学習をすることができるっていうのをおすすめ、まあ、ポイントとして取り上げております。まあ、だから一例ですけれども、
まあ、そうですね。こんな感じで、ちょっとした隙間時間に学習をしていただく。もちろんこの隙間って書いてあるピンク色のところで全部動画を見てくださいって言ってるわけじゃないんですけど、こういうふうに細切れになってしまうときに、まあ、こんな感じでね、ちょっとずつ、YouTube とかを見るような感覚で受けていただくことができます。そしてさらに品質の知識として、まあ、分厚いテキスト読む時間ありませんよっていう方のために、合格に必要なね、その品質の知識を抜粋した講義録が付属しておりますので、専用の講義録です。これはなんか市販でね、買えるようなものとかではないんですけれども、まあ、ついておりますので、まあ、そちらでしっかりとサポートをさせていただきます。ちょっと見本なんですけど、こんな感じでね、講義録ついてきますので、合格テキストをね、基本的には元にしておりますので、品質の知識がコンパクトにまとまっていて、まあ、これは見やすく覚えやすいと言い切ってしまっておりますけれども、まあ、本当にね、覚えやすいと自信を持ってこれはご紹介できますね。で、冊子と PDF の両方ありますので、例えば iPad とかそういったもので見るっていう方もいらっしゃいますね。そしてアウトプット対策も安心。インプットはね、十分だけど、ちょっとアウトプット心配っていう方例年いらっしゃるんですけれども、模試がまず6回つく。そして一問一答のアプリが実はセットになってきておりますので、ぜひこれも活用していただきたいなと思いますね。まあ、こんな感じでね、お見せしておりますけど、特にこのアプリ結構いいですよ。スマートフォンとかでちょっと満員電車だとさすがに教材開けないっていう時あるじゃないですか。そういう時にね、これ使っていただけますので、結構これは個人的におすすめしております。そして最後に、まあ、こちらのね、受講日程ですけれども、はい、まあ、ざっくりお見せしております。ちょっと一個一個読み上げてもね、しょうがないと思いますので、まあ、春先からバーッと続いていきまして、総まとめが9月24日に最後に配信という形ですね。適宜模試がありますので、この強制的に模試のタイミングがあるでしょ。だからそこに向けて走っていくっていうのが一個スケジュールをご自身で、まあ、意識しやすい一個のポイントかなと思います。で、最終的に、まあ最後にファイナル模試というのがあるんですけど、こちらの回答の締め切りが10月の9日、だからギリギリですね、直前期という形となります。はい、以上となりますが、受講料がですね、7万8000円ということです。まあ、一番下の非売品ってやつが実はね、個人的には一番おすすめなんですけれども、まあ、お値段ね、そうですね、レックのコース全部をご紹介してると、もう1時間あっても2時間あっても足りないのであれですけど、まあ、結構ね、破格ですので、模試もね、模試も粉についてっていうことですので、ぜひご検討いただければと思います。はい、それではですね、以上で2024年宅地建物取引士合格ガイダンス隙間時間で宅建合格ウェブコースの講座紹介を終了いたします。お疲れ様でした。